はい、それでは、今回の動画では顔の側面に、縦にチークを入れるやり方について解説をしていきます。顔に縦にここの側面にチークを入れるということは、どちらかというと、顔がちょっとこう横に大きく見えやすい方とか、まあ、丸く見えやすい方っていうのが、ちょっとシェーディングっぽくチークを入れることで輪郭を、すっきりシャープに見せるやり方になります。では、始めていきます。今日はこちらのチークを使っていきます。で、ブラシはこのぐらいですね。毛量がある程度あるものの方が筋にならずチークは綺麗につきます。で、入れる場所なんですけれども、まずですね、目の、少し下あたりにですね、皆さんが頬骨と呼んでる部分があるんですけれども、ここはまあ人によって割と張っている方だったりとか、それよりもむしろこう頬の方が膨らんでる方とか、いろんなタイプがあるんですけれども、口を閉じてこの状態の時にちょっと骨張ったところを感じる部分ですね。これは、実は頬骨と上の、頭の骨がこう蝶つがいみたいにくっついている部分が、厳密に言うとここの、皆さんが頬骨って呼んでる部分になるんですけれども、ここの骨張っているところよりもすぐ下が起点になります。で、この骨張っているところっていうのは、口を開けるとこうへこみます。で、閉じると骨がこうちょっと骨の感触が分かる場所ですね。これよりもほんのちょっと下の、普通にしてるとくぼんでるところっていうのがスタート地点になります。で、ここから、ゴールとしてはチークの通常の起点ですね、黒目を真下に下ろしたところと、小鼻の一番真ん中を横に垂直に、水平に伸ばしたここがチークの起点になるんですけれども、側面に入れる場合は側面の方が濃くで内側になるほど薄くっていうシェーディングっぽく入れるチークの入れ方になるんですが、そうするとスタートがここでゴールがここになります。ただ、今回のチークで注意していただきたい点としては、縦ラインをお顔に縦ラインを作ることで、シャープに見せるということですので、これだと結構横向きのチークになるんですね。ですので、もう少し気持ち上から、このチークの起点をちょっと外にずらすような感じですね。あまりチークが内側に入ってこないようにこの辺りをゴールにして縦の、筋を作っていくようなイメージになります。では実際にやってみます。チークをブラシの側面と底面にきちんと取りまして、ティッシュで少し余分な表面の粉を落とします。で、のせ方ですね、この辺りから縦に入れていきます。優しくブラシを寝かせて、滑らせるようなイメージで、チークはこう何もないところに塗っていくので、ちょっと場所とかが難しいっていう方が多いんですけれども、イメージはこのチークの太さ分の帯を作るようなイメージですので、決めたところしか乗せないっていう風に意識しっかり意識していただいて、こうボワボワって乗せると本当になんとなくなお顔になってチークの効果があまり思ったように出ませんので、こんな感じです。ちょっと斜め上から外側まで、で、あまり内側にはチークの色味が入っていないっていうのがこの側面にのせるチークの入れ方になります。では反対側もちょっとやってみます。同じようにチークを取ってティッシュで表面の粉を落とします。で、何もせずにポコッとへこん、出ている角張っているところから起点のちょっと外に向かって縦にですね、
同じところを何度も、このチークのブラシ分の帯を作るようなイメージで優しくブラシを寝かせて少しずつ色をのせていきます。そうするとグラデーションっぽくなんとなく本当にちょっと影ができるようなっていう方になります。こんな感じですね。本当にほんのり入るようなやり方です。でこの状態で、メイクを進めていっていただいて、アイメイクだったりとか、眉毛のメイクをしていただいて、でもしお顔に華やかさが足りないという場合は少し今のこの、入れたチークよりも内側にちょっと曲線で色味をつけてあげるとお顔も華やかさがプラスされます。そこはお料理の最後の塩コショウみたいな感じで調節をしてみてください。それでは、実践してみてください。